こんにちは。今日はすっぴんです。こんにちは。顔がねちょっと薄いんだけど、今からメイクをしようと思います。おはさら、おはさら。今日は変化が見えるようにあれにした、美白効果を取ったので、すごいちょっとザラザラしてるのが見えるんだけど見えるんですけど、そうちょっとお肌の調子はいつも通りくらいなんですけど、ちょっと今日はザラザラして見える。でもそんないつもそら肌綺麗じゃないんだよね。おはよう、おはよう、ツイートにいいねくれてありがとうって、こちらこそありがとうつぶやいてくれて、ひすみさらちゃん、そうすごいさらずっとこうやってスクロールして見てました。こんにちは。そうメイク配信です。おはようグルト、おはようグルト。なんか嫌だな、よく見えるのなんか嫌だな。やっぱりちょっと美肌機能つけようかな。なんかよく見えるのがなんか恥ずかしいなって思う。そんなにね雪見大福みたいなそら肌じゃないので。おはよう。メイクしなくても可愛い。今日はね歌唱力の練習は今日はまだしてない。今日はね本当にまだあんまり何もしてなくて。そうさらちゃんのほっぺももちもちしてないよ、もちもちしてないよ。こんにちは。さっきプレゼントと手紙出してきた、ありがとうくっちゃんさん、ありがとう。なんだろうプレゼント、手紙もどんなこと書いてあるんだろう。予定あるんですよ。こんにちは。今の時点ですでに可愛いのにありがとう。メイク道具用意できたよ。よし一緒にしましょう、一緒にしましょう。どういうこと。安部さんお疲れ、ありがとうございます。ありがとう。何しようか、何しようかなって言っても私ねあんまり上手じゃないんですよね。今研究中なんですけど、あんまり上手じゃないんですよ。よいしょ。予定させて、さあ何するか分かるかな。こんにちは、こんにちは。かっこゆうちゃんかわいい、ありがとう。おかわいい、またまたありがとう。投げキスしてしないよ。メイク、参考にしてる人はね、あでもねサラはゆうこさんとか、あとは誰だろう、なえなのさんとか好きです。でも雑誌はキャンキャンを読んでます。やほやほ。痩せたよね。痩せてないよ。あきまんさんかわいい、ありがとう。これで見えるかな、よく。これがあれです、ね、何もしてない時です。シュッシュッシュッ、変わるかな。でもメイクメイク変えてない気がするけど、めっちゃね肌のザラザラが今日は見えるの。
ザラザラ、なんて村が見えるの。スピナー、うん。そうですよ。右だけメイク変わるかな。いや、違いがないことがバレちゃうぞ。今日は、でも今日は、今日はでもどうしよう。ま、今日はマスクするので、いらないか。その後は何しようかな。じゃあその後は、最近はね、目のここに、この下のところに、なんか変顔してる人みたいになっちゃった。ここのところにアイシャドウを入れるのにハマってます。こんにちは、こんにちは。朝ごはん食べてない、食べてない。まだ今日朝はね、何もしてない。遠いな、どうしようかな。あ、はじめまして、愛香さん、はじめまして。こんにちは、こんにちは。ちょっとこの違う方でやろうと思う。変わるかな、見えるかな。むずいな、メイク配信って思ってたよりむずいね。思ってたよりも難しいですね。みんなどうやってやってるんだろう。見えるかな、ちょっと変わったんですけど。ハイト見えますか。まあでも後でね、お直ししようと思います。その後はあんまりさ、でもあんまりやらない。あ、大きい鏡、そうか、大きい鏡持ってないんだよね。買わないとね。ここは見えた。こうやって涙袋を描きます。変わったかな、変わったかな。それでね、使用前のし、あ、撮ってない。でも何もしてなくてもなんか色素沈着しだして、ここなんかピンクになって、ここ黒になってきて、なんか何もなくてもね、もうなんかさら、なんかあれなんですよ、ピンクとかになってきたんですよ最近。なんかね、ほらこの下何もなってないのにもうピンクですし、ここももう何もなってなくても黒だったんですよ、やりすぎて。そう、なんかね、やりすぎたらそうなるんだった。そう、化粧品についてる、そう、化粧品についてる鏡でやってます。できるかな、見えますか。今日はメイク配信、そう、でもあんまりそんな見ても何も学べないかもしれないんですけど、ごめんね。ここアイライン伸ばしたの。見えるかな。夜勤ハイと焼肉行って何語ったの、内緒。テロップ書かないの、あ、書こう。あれ、書いたつもりだったんだけどな、ごめんなさい、忘れてました。ショートカットに見合う、え、なんかね、そんなにね、まだ分かってないんですよ。でもね、公演の時はね、そら公演の時の方がいつもよりメイク薄いの。
両方弾けたんですけど、見えるかな？見えますか？見えるかな？ココアさん、確かに確かに。つかっちさん、花束ありがとう。はにゃすねさん、コンパクトありがとう。あきまんさん、かわいいありがとう。今バス乗ってたんだ、お疲れ様です。ゆうこさん、めっちゃ見ますよ、めっちゃ好き、ずっと昔から見てます。えぷよ、かわいいありがとう、こんにちは。ゆうこすな、うん、うん、日本。そういうね、最近は変わった名前の人がね、流行る傾向にあるんですよ。こんにちは。スピン、今はもうスピンじゃない。他のファンの人からシミサラ痩せました？って言われたよって。嬉しい。全然だよ、頑張る、次の公演までにって毎回思ってるんだけどな。なりゆきさん、かわいいありがとう。久しぶり久しぶり。ちいちいぱっぱさん、久しぶりです。メイクは小6くらいからしてたかも。つかっちさん、花束ありがとう。うまくないですよ、なんかね、結構ね、結構ぐちゃってなってます。かっこゆうちゃん、いいねありがとう。そう、あれですね、 HKT の1期生さんです。そうですそうです、そうですそうです。どうしよう、今日は何しようかな。でもね、今の子はね、結構みんなね、なんかその今の小6とかの子は結構みんなね、早くてびっくりしちゃった。サラはそんな毎日してたとかじゃないけど、なんか今の小学生はね、なんか TikTok とか出てきてもね、もうすごいんですよ本当に。もう超ね、もう高校生感があって、私はもう可愛いなって思って見てます。ねえ、妹さんメイクし、あ、してる、してるや。そういえば妹はね、小3くらいからメイクしてたよ。さらの妹ね、なんかチャラいのが好きなんですよ。なんでかわからんけど、妹確かにめっちゃしてる。めっちゃしてます。あ、見えない、痛かった。これは、あ、でもこれはまつげなんか悪い気がするので、悪い、なんか休日だったから、まあしなくてもいいかな。まつげ上げ上げで目元怖いんですよ。ほんま？じゃあやろうかな、こっちの鏡でやろう。え、妹ね、ギャルになりたいらしい。ギャルになりたいって言ってた。上がったかな？こっちもやってみようか。上がったかな、上がったかな。上がりましたか。妹子キャラ濃いの、そう、妹子ね、キャラ濃いの。 STU に入ったらね、でもなんかおとなしいから、なんか STU に入ったらね、なんかどういう、
あ入らないって、あの受ける予定はね全然まだあれなんだけど、どういうキャラなのかなって思います。本当めっちゃねなんかおとなしいけどギャルになりたいみたいな、なんかね不思議なんよね。最高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 。結構最初よりも変化わかるかな、わかりますか。難しいねカメラでやるのって、こんな感じ。いやん見ないで。ちょっと変わった気がする。ちょっと下隠しとこうかな。ちょっと肌が見えちゃうわ。パッチリした気がする。シャキッとした。可愛さ倍増って、ありがとう。ナチュラルも可愛いです、ありがとう。今これはでもナチュラルだよね。ナチュラルくらいですよね。何にしようかしら。カラコンはつけてますよ、よく。最近もよくつけてますよ、遊ぶときとか。無理事5213ハート、ありがとう。下ライン好きですって、嬉しい。あそう、ここにねラインよね、私よく書くんですよ、漏れるんですよ。でもまあみんな知ってるか、なんかそんなね、そんな語るほど知識もないんですか。アイライン、ま、本当嬉しい、初めて褒められました。いつもなんかアイラインピーってなってるよっていつも言われる。アイライン垂れ目気味、ああ意識しなかったけど垂れ目気味かも。あーでもサラは垂れ目、でも元の目がね釣り目なので、釣り目気味、釣り目の方なので、なんか垂れ目にした方がバランスいいかなって思ってる。どうなんでしょうね、どうなんだろう。さあちゃん目悪いの、悪い、すごく悪いです。ゴスっぽいメイク、そういうの意識してなかったけどぽいかな。それでこれをすると、あこのあとね、でもね一番最後ね百均なんですよ。コンタクトつけてない、つけてないんだ。なんか色が変だな今日。なんか色が変だ、なんでだろう。ひらつくさんかわいい、ありがとう。しないよ味は。まあでもまあ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 、でもこんくらいか、こんくらいで。でもなんかサラあんまりね、あんまりリップつける前の方が好きなんだけど、どっちの方がいいと思いましたか。取りたいな、どうしようかな。ティッシュしないんや。そう味はしませんよ。こんにちは、スティールメイクなどしない、全然しない。ちょっと待ってね、ティッシュ持ってくる。一瞬バイバイです。取れたかも。
れない。あ、こんくらいででもちょうどいいかも。と、それで ね、マットの方がいいかもしれない、それは。ツイッター今日する。あ、ツイッターね、ツイッターね、今日はリプ編、全部リプ編をするので、そう、皆さん質問を考えておいてください。夕方になったらあげるので質問を考えてください。質問じゃなくてもあれなんですけど、なんかリップする内容考えていてください。初なんで今2回やったんだろう。初です。サラ川柳でも良き良きよ。リップ編楽しみ、楽しみにしててください。初リップ編、なんか昨日ね、りんこちゃんがやっててね、楽しそうだなって思って、ソロもやりたいなって思いました。 Twitter するので、今日何時くらい、6時くらいかな、にしたいと思います。あざーすって、みんな個人、あ、なんかね、個人アカウントね、なんかパセリがね、ゆきりんさんからリプもらってた。すごい、本当に羨ましい。すごいパセちゃんやるねって思った。それはマジ嬉しいって、ありがとう。ぜひいっぱいコメントしてください。そう、パシェ、パシェすごいよね、ゆきりんさんにしかもフォローされてる、羨ましい。わーって、そう、レアちゃんからリプにつないで映画来たいとか、来るかな。来てほしい。あ、じゃあそろそろ、もうさら、これやめる。何、美白効果つけよう、美肌効果つけるね。どんくらいでしょう、すごくない、ほらめっちゃ変わるんだよ。まあ、これはさすがに見えないからあれなんですけど、ほらこれくらいが綺麗かな。どこがいいと思うかな。これは見えないよね。これくらいかな。ちょっと待って、ね。ここくらいにしよう。こんくらいにしたいと思います。テロップもせ、そうですね、何にしよう、なんて書こうか、なんて書こうかな、まあでもツイッターフォローしてくださいねでいいか。ツイッターしてね、これでいいか。18時から20時とかでしようと思ってます。ライト当ててない、当てることもできるけど、どっちがいいかな。なんかね、ライト当てたら見えにくいなって思う。こんな感じならはこっちの方が好きかも。お疲れ様です。すでにフォローしてるぜ、ありがとう、ありがとう、お疲れ様。ナチュラルしか勝たんって、目が大きくなる機能あるよ、まだ。ゆきりん、昨日っていうで、スティーヌ楽屋来たんだ。
そうなんだ、羨ましい。いいな、いいな。バイト時間にもろかり、うそー。でもね、予約がいるんだけど、もう予約しちゃったんだ。もう昨日の夜にもう言っちゃった。一人一リップの制限つけとくって。あ、そうなんですか、そんなのあるんですか。例えば一人3つ書いてくれる人とかもいるってことですか。そうなんだ、どうしよう。みんなどうしてる。今日食べたいもの何。チーズハットクかな。朝のツイート、クマめっちゃ大きいねって。そう、クマね、大きかった。すごい、2メートルくらいありました。欲しいって思った。そこにバイト入れちゃった、俺が悪いって。いやいやいや、そんなことない。けどまたしますね。言っておくと効果ある。そうか、どうしよう。フォローした、ありがとう。シミサラちゃんならクマの中に入れそうだったねって。おー、確かにね、綿を抜けば入れそう。なんかドッキリしたい、サラあの中から出てくるっていう。サラね、番組でね、ドッキリか遊園地かお化け屋敷したいんですよ。叶うかな。言おうかな、じゃあ一人一リプって。桃っ子が他のグループで仲いい子作ったら決まる。桃っ子に役かも。何、私以外と。あ、でもなんかめっちゃ年下とかめっちゃ年上とかだったらわかんないけど、桃っ子がそのサラぐらいの年の子で、高1ぐらいの子でなんか親友とか言ってたらちょっと間を割って入らせていただく。一気に15個、多いね。15個か、すごいですね。それはどうしよう。おらんやろ、どうなのかな。さあ、じゃあ身長な、身長は156センチです。ドッキリしてされてみたい、してみたい。もう断然ドッキリだと断然してみたい派です。されるのは嫌ですよ。でもみんなそうですよね。私ドッキリされたいっていう人はあんまりいなさそう。かわいい、ありがとう。こんにちは。その子とサラッコも仲良くなればいいや。確かに、でもサラそんなに自分から話せるっていうタイプじゃないからあまりいけないかもしれない。前太郎さん、ハートありがとう。もっと低い印象、ほんま。何センチくらいって思われてるのかな。ハートありがとう。妹ね、最近あんまり出てない。確かにドッキリの説明の時点でさら分からなそう。分かる、ドッキリすぐバレそうって。どうだろう、確かになんかね、すぐバレそうだね。見透かされちゃいそう。昨日キャンペーンでいいねもらったよ、ありがとう。こちらこそつぶやいてくださってありがとう。サラちゃんスタッフ側に回りたがるのねって。そう、スタッフというか、ドッキリした仕掛ける側がいい。145センチ、ちっちゃい。そんなことないよ。ドッキリコーナーね、みんなも絶対ドッキリ見たいですよね。でもサラがさ、ファンだったらゲリラライブよりドッキリの方が見たいかも。サラが考えた。イケミンさん、かわいい、ありがとう。あの演技力、演技力ないよ。バレてもそこに気づかないふりをするのがプロなんだ。頑張る、頑張るっていうか、もう決まってもないんだけど。あ、確かにリコチは絶対いい反応する。サラはね、あんまりいい反応できな
しなさそうだな。リコチリンコリネタ、あ、するする、いい反応するのは、池田、今泉、内海、うリネタン、尾崎、川端、中村、工藤、あ、リコチ、小島、佐藤、清水、鈴木、高尾、田口、田中、田村、中広、原田、どこまで行った、中広、原田、宗行、吉崎、吉田、ああでもサラピア意外にやーって言いそう、リッセン、渡辺、いい反応、誰だろう、ミリタンはなんか、ミリタンはなんか本当にびっくりしたんじゃなくて、ちょっと分かってたけど性格がいいから乗ってくれそうっていうタイプ、なんか先にちょっとミスかしてたけど、なんか優しいから初めて知ったふりをしてくれそう。さやかりん、なんかさやかりんはなんか、あーすごい、これどうなってるのとか言って、なんか仕組みの方気になりそう。サラピはなんかわーってめっちゃ言ってくれそう。なんかあとももちゃんはなんか、さらちゃん何してるのって笑われそう、なんか冷静に。誰が面白いんだろう。なんかリコチはこけたり しそう。怒っちゃう人いない気がする。こんにちは、全員に仕掛け、誰が一番いい反応するか、なんかわかる。あとさ、あれもやってみたい、正直将棋だっけ、なんか AK ビンゴさんとかヌビンビンゴさんとかでやってる、なんかその暴露していくやつ、なんか結構なんか踏み込んだ質問をして、嘘発見器をつけて、なんかイエスかノーかみたいな言っていくやつ、それをねしたいんですけど、絶対面白いし、ファンの方も見たいんじゃないですか、あれね。ハニャスダイさん、リモありがとう。そうそう、あれ神回いっぱいあるからね、ね、面白かった。 AKB を復活してしたっけ、したかな、ももさらでやってほしい。でもなんかももちゃんは本当になんか何も、もう真っ白なところしかないから、なんか見せて番組として的に面白いなんかものが引き出せないかも。ももちゃんは本当にずっとあんな感じだから。ももさらのクリーム砲みたい。クリーム砲？あ、なんかバーンって浴びるやつ？パイ投げしかしたことないな。クリーム砲か。罰ゲームとかでやるんですか？クリーム砲って。してない。してないか。やっぱそうなんだ。あ、ね、1回とかで出てたね。イモンスカスチューデンツに企画出そう。なんかそういうね、紙ないんですよ。なんかやりたいなって思うんですけどね。嘘発見器やりたい。喧嘩ドッキリ、なんかみんなびっくりしそう、なんかってなりそう。怖い、喧嘩ドッキリは。あ、でも昔ちっちゃい頃に妹とあのお母さんに喧嘩ドッキリしたことある。なんか普通に怒られて、なんかドッキリしたって言った記憶。楽しかった。無茶振りドッジボール、どんなのだろう、無茶振りドッジボール、想像つかんわ。ドッジボールはって、ドッジボールってどんなんでしたっけ、どんなのだろう。こんにちは、こんにちは。今何分くらいですか、ごめんなさい、もうそろそろ終わらないといけない。もうさらで無人島生活したらどっちくらい。それは絶対にももちゃん、もうそれはもう絶対そう、本当にもうももちゃんはね、もういつも本当にあれなので、頼りになるので、私はもう足を引っ張ります、絶対。36分、36分か、もうちょっとだけやってからもうランキング読もうかな。今の STU メンバーなら AK ビンゴの企画ハマるだろうねって。でも確かになんか面白いよね、みんな。ハマりそう。ティフニーのコミックさん見たい。
今日乃木坂さんとかいますよね、日向坂さんとかも。ドッジボール当たったら罰ゲーム。じゃあドッジボール得意だったっけな、苦手だったっけな。もう長い間やってないんだ。そう、秋吉さんは。そうなんだ、秋吉さん。清水姉妹で無人島生活面白そう。なんか妹にただひたすらなんか、おい何々やれとか言われて、ずっとなんか罵られそうだなさ。これ説教して今日何日だっけってなった瞬間、ハッピーバースデーの時に、そんなのあったの、面白い、怖い、誕生日、怖いよそれ、やだ怖い。激ミガドリンクが激スーパードリンクをミキサーに飲んで飲んだのせいか。それ嫌だ、苦いのも酸っぱいのも嫌だ。嫌だ。でもジェットコースターとあれならいけるかも。ジェットコースターとなんだっけ、ジェットコースターとあのお化け屋敷ならいける気がする。そら夏のツアーでお金なくなっていけませんでしたって。そうか、来年はぜひ行きましょう。普通に規制が暗くて、もうそれ絶対下だよ、下だ、もう絶対下、もう どんどんね、どんどんサラ学力下がってると思う。いや多分サラやったら下だと思います。本当にもう漢字が書けないから、もうびっくりする、こんなに漢字書けなくなるもんなんだって思いました。後輩号泣で怖い、怖いね、怒られるのは嫌だな、怖い。またまた本当にバンジーもいける、部屋に勝てん、勝てん勝てん、絶対勝てんよ、絶対じゃ、うん、本気で本気で、サラおバカだよ、清水サラでかける、危うい。コロナ行けたらティフね、ティフ行きたい、あれ出たいし観客としても行きたい。じゃあそろそろ配信終わろうかな。料理してたよ、ガーリックライスにソーセージとしめじともやしの炒め物、美味しそう美味しそう、お腹空いてきちゃった。あそうだ、ミーターセッターさん行くよ、ありがとう、楽しみ。ぜひ来てね。ではでは、それではランキングを見たいと思います。13位オレオーズさん、ありがとうございました。12位マモルンさん、ありがとうございました。11位ハルさん、ありがとうございました。10位のりさん、ありがとうございました。9位しんさん、ありがとうございました。8位あきまーさん、ありがとうございました。7位もや太郎さん、ありがとうございました。6位もりち521さん、ありがとうございました。5位マスオさん、ありがとうございました。4位奈良西さん、ありがとうございました。3位ヘリさん、ありがとうございました。2位安部さん、ありがとうございました。
1位かっこゆうちゃんさん、ありがとうございました。ありがとう。夜もまた時間があったら配信するかもしれないです。あとリプ編をするので、ぜひ皆さんあれ、そう、質問じゃなくてもなんか考えててください。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、楽しみにしてる、ありがとう、お疲れ様って、ありがとう、またねー、またね。